間減衰特別編ライブインロサの鍵やから今、ラブイズオーバーが一番盛り上がるところから五十嵐大吉中佐です。五十嵐です、今回の一番の問題点書道の男です。逆MVP だね。いろいろ逆 MVP。 今日何が一番印象に残ったって言ったら五十嵐の書道だと思う。みんなすごい技をいろいろ持ってきたけれども、そうですね、あそこで書道を出せる君は本当にヒーローだ。チャレンジャーだと思う。でもうまいね。あ、本当ですか。ダイナミックな文字を書く書家みたいな、はい、昔からやってる。15年ぐらいやってました。じゃあ筋金入りだ。そうです。つい最近思い出してやった、黒崎のハイパーヨーヨーとはだいぶ違う。そうですね。でも明らか黒崎の華やかに。まあそうだね。床に這いつくばってやることじゃないからね。ハイパーヨーヨーは。しかももっとガーってやろうとしたんですけど集中しすぎて。だからね、まあ見てない人には全くわからないと思うけれども、いろいろと今回は減衰を止めなければいけない、なんとか足止めしなければいけないから、いろいろ理由をつけて、いろいろな持ちネタをやりつつ減衰を止めるという話で、まあ黒崎ハイパーヨーヨーを選んだように、次元がジャグリングを選んだように、書道を選ばない五十嵐中佐は書道を選ばない。逆にっていう。確かにみんな被らないようになっていう、絶対被らないようにしろっていう、まだ何をやるかは言わなくてもいいけど、被らないようにっていうふうには言ったけれども、はい、確かに絶対被らないと思った。ちょっとここで言うことじゃないかもしれないですけど、ちょっと考えたのが、ちょっと盾をこうやるか、はい、書道でいくかみたいな。書道になりました、僕の防災員は。確かにね。ギャグとして成立するかもしれないっていうギリギリのラインではあったからね。いや、まあ五十嵐が盾じゃ普通だもんな。そうですね、書道。これからちょっと武士キャラになってくる。そうモノノフのキャラになってくる、ね、今五十嵐と日村でキャラの取り合いをしているけれども、その中でモノノフキャラがついてくる。多分そのうち五十嵐大樹点っていう句読点を点をつけるような点がつくようになるんです。豪華なコーヒーとか豪華なコーヒーって今度武士道の間を作りたいと思うんだよっていう感じのことをボランティアやってみてすごいぐるぐるのパーマかけてきた頃には五十嵐が完成したっていうことです。それは軍服の下からちょっとデニムシャツが覗いてるみたいな感じが。五十嵐ですまだ途中ですっていう。こういう意味の点です。点です。まあでもどうでした。今回はもう、今回は今回として、前回先週か、前回どうじゃ、まだ先週だもんな。つい最近キネマクラブを終えたわけだけれど、なかなか嫌味ない演技うまい。本当ですか。しらじらしい演技うまい。これは驚いた。武器のリストじゃないか。見せ場でした。あれ見せ場でした。みんなが悪いやつになるっていう時に唇を切って悪いやつは似合うね。ヒーローが似合う人間っていうのは悪役も似合うから。あ、そうなんですか。そういうもんですよ。で、確かにちょっとやってて悪役だったから言うわけだな。ちょっとごめん。あ、撮ってた。見苦しくなくなった状態で。見苦しくなくなりました。はい、それでは夜桜中佐頑張ってきてくれ。一応ゴージャス。行ってまいります。今ちょっと画面上お見苦しいものが通った。まあ五十嵐中佐ってわりかしなんていうのかな、熱いキャラクターで言ってるけど、文字をゆっくり書くとすごい繊細な文字っていう。趣味は水彩画です。そこら辺も油絵じゃないの。油絵みたいな押し方が。薄色を重ねていく。ほんわかした絵本のようなほわほわほわっとした。
じゃあ今度ゲッシーに、ね、書いてください。ぜひ書きたいですね。ずっと書きたいと思っていました。じゃあそれ一点物のグッズで出そう。いいですね。もういいです。五十嵐画伯のゲッシーの水彩画って。そうです。あと油絵練習して、あの飾れそうな、飾れそうな972年から何年でも書いてある。その辺りで、その辺りでやめるのかなっていうところも書いてある。全員書いてあったら面白い。面白い。全員分書いてちゃんと、あの誕生年と次から何年っていうふうに書いてある。あ、でも天の中将とか八尾大将とかも書くの楽しそうですね。まあ特徴あるからね。ある意味結構みんな、なんだかんだ言って顔特徴あるよね。そうですね。似顔絵が描きやすい。そうですね。あとやっぱり、あの偉い、あの方々みんなやっぱちょっと個性がありますね。さっぽんって描きやすそうだもんね。そうですね。すごい描きやすいですね。じゃあこれから五十嵐大樹中佐がいろんな絵を描いてくれると思うので、まずは自分の人生でいい絵を描いてください。それが一番難しそうです。じゃあ、まあ、よいよ、大鳥が始まるんです。楽屋なんで、多分きっとうるさくなると思うんで、じゃあ大鳥が、我らが夜桜学長のトムです。イエーイ。今、夜桜中佐が出張中なんで、じゃあ、潰される前に、五十嵐大樹中佐の今後の抱負をカメラに向かってどうぞ。はい、14帝国で修正減衰のために、すべてのことを全力でやっていこうと思います。言わされてる感が言わされてる感が出てます。本音なんですよ。悪い顔してましたね。最近よく言われるんですよ。まさにこの、これは驚いたのか。信用ならん顔してるってよく言われるんだ。何かを企んでいる、みんなの何か口裏を合わせている顔をしてましたね。あの、これテロップで今本音が出てると思います。心の声が。というわけで、五十嵐大樹中佐でした。これからもよろしく。